日本三重県伊勢市、本町本町は三重県伊勢市の地名。郵便番号は516-0074。伊勢神宮下空の鳥居前町であるとともに、伊勢市の経済の中心としての機能をも有する。伊勢市の中央よりやや北寄りに位置する山田の東側にある。地形的には高倉山登録の中世規定地にある。北は吹上一丁目、東は岩淵一丁目。 岡本一丁目、南は豊川町、西は一市町、宮後市一丁目と接する。観光業や金融業、保険業といった第三次産業が卓越する。江戸時代には田中中世小町という町名だった。伊勢神宮下空の山田十二号の一つで、山田三方に所属していた。徳川家の木投資であった、春木大部をはじめとする志賀の木を連ね、 天保7年には23人に上った。田中中世小町は、神宮式年遷宮においてお問い大義を放映する、特権を有し、国書講義書と、付属手習い書という家塾があった。江戸時代を通して3度の大化を経験しており、特に放映3年の大化では、全古消失の被害を受けている。また、漢文10年の大化の後には中世いにしえの名の、 由来とされる実習人工事が町外へ転出し、跡地には会所ができた。1894年、芝居小屋のエビス座が開業した。エビス座は1916年に、和ず木町へ移転し、世界館に改称、映画館となった。1907年、三重県辻の快楽公園内にあった三重県、官業陳列館が移転、開館した。この施設は、 三重県の物産品を展示し、ミュりや取引の紹介をすることを、主な目的とした施設で1926年7月11日に、落成式を挙行し、山田駅前に移転した。1944年に廃止され、建物は、宇治山田市立女子商業学校、宇治山田市立高生中学校の校舎に転用された、あと、三重県から譲渡、1951年4月に、 宇治山田市立観光物産館となる。観光よりも産業振興に力を入れていた施設だったが、1954年に閉鎖した。1945年7月に宇治山田市が空襲を受けた際には、町域の大半が焼き尽くされた。1954年、宇治山田市立観光物産館の付属建物に宇治山田市立図書館が入居し、 1973年に移転するまでこの地にあった。1961年、伊勢岡田屋が進出した。1966年6月、住居表示の導入に伴い、町域の一部が分離し、岩淵一丁目及び、吹上一丁目となった。山田駅前にあると同時に、下空の鳥居前であったことから、新都、宇治山田市の中心として1908年1月に、 田中中世小町から本町に改称された。旧称の田中中世小町は、田中と中世イニを合わせて一京としたことによる。田中は、田の中に、町、民家があったことに由来する。中世イニの由来は、月空前下場所と急号を結ぶ、道の間にあったこと、あるいは、田中世小町にあった、自習人工寺に至る道、中の道場、施工略したもの、 の二節がある。2019年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。1643年以降の人口の推移。1995年以後は国勢調査による推移。1850年は人口が不明なため省略。国勢調査による世帯数の推移。1872年は世帯数が不明なため。 省略。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。下空北交差点画像の下方向が県道37号、上方向が県道32号、右方向が県道22号、左方向が県道22号,県道22号と県道37号の重複区間である。本町は伊勢市の主要な道路が交差する地点であり、通称のついている路線が多い。 このほか、瀬コと呼ばれる細い路地が縦横に通っている。ありがとうございます。